グッド。スポーツは NHK 総合にて2016年4月5日から2019年12月25日まで放送されたスポーツ情報番組である。司会は嵐の相葉正樹が務める。本番組は2014年2015年度に放送された目指せ2020年のオリンピアン東京五輪の原石たちをリニューアルするスポーツエンターテインメントである。 2016年リオデジャネイロオリンピックパラリンピック、さらに2020年東京オリンピックパラリンピック出場を目指しスポーツ界で活躍する様々なアスリートをゲストに迎え、その選手の持つ超絶に得意,得意技を科学の視点を通して分析するとともに、その選手を支える様々な人々との触れ合いや心にグッとくるエピソードを交えて展開する。レギュラー放送開始に先立ち、 2016年2月20日の22時22時50分にリオ五輪の星素顔に迫る。グッド。スポーツのタイトルによるパイロット版が総合テレビで放送された。2016年度後期からはおおむね最終週を中心とした月後半にアンコールの回が放送される場合もある。2017年4月4日からは放送時間が15分拡大となったが 2018年4月3日より放送時間が5分縮小された。2019年4月からは月に1回ゴールデンタイムに移動して放送された。2020年1月からは当番組に変わり特番だった2020スタジアムが月1レギュラー化して放送されていたが同3月24日に2020年東京オリンピックパラリンピックが 新型コロナウイルスにより延期となることが決まり、3月25日の緊急性放送を最後に事実上打ち切りとなった。2021年4月からはこれらの事実上の後継企画として、サンデースポーツで不定期で、アイバによる AI バズが放送されている。2016年、2017年、2018年、2019年。ありがとうございます。